こんにちは皆さん、やっとゴールデンウィークも終わりまして、今はコロナで大変でしょうけれど、もともとうちホームギャラリーは5月の上旬は連休ということでお休みにしてたんですけど、この度は花時計の花ちゃんっていう方がいい企画を持ってきてくださいまして、楽しく皆さんを楽しんでいただこうという企画をしました。出題を楽しむという形で花ちゃんご紹介いたします。花ちゃん一言。はい、はい、花時計の石井です。この度昨日あった3人で楽しく何かやろうということでこういう企画になりました。花ちゃんはね、古道具が好きなんですよね。だからその古いもの収集、そうですね、楽しく収集なさってますからね。はい、いろいろと家で飾れるね、ちょっと古いものとかにお花入れて飾れるような、楽しく、そう、花ちゃんの飾り方はね、素敵なんですよ。でね、こういう古い器にね、この度は那須さん、古布作家の那須さんに参加していただいて、金魚とか朝顔とかいろんなのが出ておりますんで、そうそう、那須も今日はちょっとご用があってお見えにならないんですけど、那須さん、ちょっと出てきてくださいますか。はーい、こんにちは。電話でつなぎました。すいません、今日は声だけの参加で。お元気ですか、佐藤さん。ありがとうございます、おかげさまで。こんな楽しい企画やったら元気を出さずにはおれませんのでね。今回はすごく楽しそうな企画じゃないですか、いにしえのしつらえ展なんてね。で、私も石井さんを前から存じ上げてますし、いつもの私の個展とはちょっと違う感じで参加させていただきたいなと思いまして、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。おかげさんでね、はい、会場がね、とっても楽しくなりましたよね、石井さん。そう、金魚が泳いでるように見えると本当にね、楽しく、はい、それからよかった、朝顔も飾りましたよ。あ、そうですか、ありがとうございます。なんかね、これからの季節にいいかなって思うのをちょっとだけ作らせていただきました。お忙しいとこどうもありがとう。いえ、とんでもございません、ね、今度はちょっとよろしくお願いします。よろしく。この道具の方なんですけどね、こういう風なこの あれでもこうセットでね、こう煎茶のセットなんですけれど、これ別に煎茶に使わなくてもこう醤油つぎでもいいし、タレ注ぎでもいいし、これなんかは向こう漬けに使っても面白いと思うし、これは珍味をっていう風に、その日常生活にね、こう お使いになったらね、いいんじゃないかなって。そういう自分の好きなものを自分でこう使い方を考えて遊ぶというのも一つの面白さですよね。そうですよね。お茶では見立てっていうのがあるんですよ。ははね、で、見立てで水差しはまた違った使い方するとか、違ったもので水差しやいろんなことを使って、今私抹茶碗を、もうお抹茶あんまりいただくことないので、小丼ぶりとして食器に使ったり、いろいろしてます。そんな風にね、で古いものの中から自分の使い勝手のいいようにこう工夫しながら、そうですね、生活を楽しむっていうのは面白いですよね。で、もう一つこうね、私いつも感心するんですけれど、昔の人はこういう漆、手仕事の漆が綺麗ですよね。綺麗に残ってますね。昔の人はこう使ってらっしゃって、もったいなくて使えないんでそのまま保存されてるんですけど、こういうのなんかもちょっとこうイベントの時にちょっとお使いになるとか、こういうのもよろしいですよね。
そうですよね。今に、まあ、食器でこういうナッサン作られたものを中に入れて飾るとか、ほうほう、で蓋はちょっと横に置いたり、いろいろされてますよね。なるほど。皆さん上手に使われてます。今回はそういうふうにね、楽しいね、集いになってますので、楽しい見応えのある作品が並んでおりますので、ぜひ皆さんお遊びに来ていただければね。花時計の花ちゃんそうですね、やっぱり皆さん来ていただくのに、私たちが楽しくこの企画展してると、楽しく過ごしてると、来てくださったお客様も楽しく過ごしていただけるかなと思って、ここのところ楽しみに、うん、で会期もね、たったね10日から5日間のだけなんですけれどね、まあ非常に短いんですけれど、その間十分皆さんに楽しんでいただけると思いますので、いいお天気のことを願っております。どうぞよろしくお願いいたします。